武井テレビ公演チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もですね、僕が生まれ育った徳島県阿南市新たな町の話エピソードをね、TikTok で毎回上げてるんですが、それがこう溜まってきたら YouTube にも紹介してるんですけどね、それでは早速見てください。どうぞ。俺が生まれ育った町は徳島県阿南市新たな町というもう非常に田舎で、人口まあ約4000人ぐらいかな。俺らのガキの頃からまあ車の保有台数と結婚率が非常に高い町なんですけど、まあなんで結婚するか言ったらすることないからもう早く結婚して子供産んでみたいなのが多い町なんですけど、まあ僕もそこでね子供の頃がやんちゃくれして、まあ中学校ぐらいになったらまあやんちゃもやりながらちょっとこう異性に目覚めたりする年齢でもあるんですよ。もう中2の時ね、夏休みが終わって2学期になった時、女の子のね制服の、後ろにこうちょっとこうブラのね、ブラジャーつけてるとかいうのを見てこうドキッとしたりとかね。ほんでこうブラをこう外す遊びが流行って、ウリーって言うけどやめてとか言って、ウリーって残念でした、フロントフックとかね言うてる、そんな時代もあったんですけど、まあまあ中学校の時ってね、なんかこう性に目覚めるというか憧れみたいなのはどんなんやろうみたいな。で友達の家によく遊びに行ったんですよ、同級生の。あんまり仲良くはないんですけどよく遊びに行ったんですよ。なんでか言ったらそいつの4歳年上のお姉ちゃん、俺が中1の時高1やろな、のお姉ちゃんがおんのよ。うん、そんでそいつとこ遊びに行ってトイレ借りる、トイレ貸してって、で洋式なんですよ、お金持ちのところ。でこう座った時に、あ、お姉ちゃんも座ってんねやみたいな思ったりして、あまり仲良くないけどよう遊びに行ったいう記憶がありますわ。うん、でだんだんだこうね、いろんなもんをこう見たいとか、あ、女の人の裸ってどんなになってるんやろうとか、そういう興味がどんどん湧いてきて、今みたいにそんなスマホから動画が見れるとか、昔だったらね、ビデオとかそんな時代じゃなかったから、俺らの時代はエロ本ですよ。うん、でもエロ本なんか本屋でね、買いに行けないから、その当時ね、隣町で道路沿いに自動販売機が、エロ本の自動販売機ができたんですよ。でそれやったらこうね、人目も気にせず買えるんですけど、まあまあなかなかね昼間とか買いに行けないから、お小遣い貯めて夜勇気を振り絞って、一人で自転車に乗って隣町まで行ってね、ほんでお金入れてね、車通ってへんかとか気にしながら、エロトピアとかねそんなん買ってね、プレイボーイとかね、うん、そんな2冊か3冊くらい買ったかな。ほんでもうドキドキして、もう家で見よう思って、ほんで自転車の前のカゴに乗して、ほんでガー走って、はよ帰ろうと思って、でちょっとしたこう坂道をこう漕いでたら、後ろからトラックがバー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 って来て、俺ちょっとふらついて、でトラックがバーンってなって、俺横にバーンって倒れて、でちょっとここら打って血がブワーって出て、トラックの運転手がバーッと待って、僕行けるか行けるか言うて、俺もよし、ほら救急車呼ぶからなとか言うてる。でもいやいや、おっちゃんもう大丈夫大丈夫、救急車とか呼ばんとってとか言うて、大丈夫やからって、こうほんまかお前って言うて、うんって帰ったというか、そのまま行った。なんで帰ったら、こけた時にもうエロ本が散らばってるんですよ。それにこう血ついてるし、そんなとこ救急車とか親とか呼ばれたらえらいこっちゃと思って、大丈夫やからおっちゃん言うて、ほんで血がついた、エロ本を3冊カゴに乗して、足引きずりながら家に帰って、家でね、まあ血みどろになりながら一人エッチしたんですけど、そんな思い出がありますわ。それでね、もう本当にこうあるんですよ、こう田舎は特に早いから、そういうことに関して、やっぱ女の人と
なんかそういうことしたらどうなるんやろみたいな憧れがあって、そんでね、中3の時に2つ上の先輩かな、名前はちょっと言われへんけど、女子校の子で、それも隣町の子で、その子に電話したら、俗に言う、エッチをさしてくれるみたいな、ほんまかいみたいなんで、ほんで家からこう電話して、何々さんのお宅ですか、何々さんいますかって言うから、あ、ちょっと待ってね、あ、もしもし、あ、武井って言うんですけど、何々君の紹介で、うん、わかったわかった、ほな今日の夜おいでとか言って、なやそれみたいな、ほんで夜行くことになって、ほんで先輩にバイクで乗せて行ってもらって、で手前で泊まって、こっそりこう夜ね家まで行く。ほんで田舎って農家の家とかって本家の家があって、離れっていう家があるんですよ。その離れの家が彼女の家で、で俺ヘルメットとね、こそっと行って、ヘルメット脱いで靴も脱いで、そんな外に出しちゃったらやばいから、ほんで部屋の中へね、入れて、もうドキドキしながら、ほんで可愛い子なんですよ。で、おちょ、大人っぽ、大人く見えて、あ、男前やなとか言われて、あ、はいとかで、じゃあこっちを入れとか言って、で、なんかちょっとそんな雰囲気なんて、で、これつけてとか言って、コンドーム、うわ、コンドームやとか、で、まあ恥ずかしながらズボンずらして、こうね、我が息子に、服を着せてあげてたんですよ、コンドームという、こう、こんなんでええんかなとかで、でちゃんとこう着いた時に、ワン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 言うて、先輩が早お迎えに来やがったんですよ。で、家の前でワン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 起きて、ほんで本家の家から誰みたいな親なんですよ、その子。うわ、やばいと思って、ほんでその子も、あかん、お父さんお母さん逃げとか言って、ほんで俺ズボンバーッと履いて、でも息子には服着たままなんですよ、コンドームという。まあまあ、なんや気持ちあると思いながら、わーっと出て行って、親が立ってるとこを言う、うわー逃げー言うて、ほんで先輩の後ろに乗って、バイクでブワー逃げたんですよ。ほんで近くの神社でとりあえず隠れて、なんやねんって、いや、じゃあ先輩あんな、迎えに来んの早いし、家の近くでバイク来たあかんって、とか言って。で、お前何の、どうやったんやって、いや、もうこんなんや、ってズボン脱いで、己の息子が服着てるの見て、下手って先輩が笑ってたんですけど、それ取って神社の裏にそれ捨てて、あ、だからある神社の上に変なもんが落ちてたりとか、こういう状況で落ちてるんやろな、みたいな、なってね。ほんで、パトカーがワン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 、まあ、なんやあれ、ちょっと俺らのことちゃうか、とか言って。で、まあ、後から聞いた話じゃないけど、実は、親に、娘さんに、誰やって聞いたら、いや、どこそこの誰やって言うたら、知らん人が来たって言うたから、そりゃ偉いこっちゃ言うて警察に言うたらしい。ほんで、次の日、まあまあ、無事逃げて、学校行って、ほんで、昼ぐらいかな、土井先生いう先生です。に呼ばれたら、竹井ちょっと来い。お前何々さん知ってるか言うて。知らんわって。そういうな、お前家行ったやろって。行ってんわって。ほんなこれなんやって、ヘルメットと靴俺忘れて行って。ほんでその時ね、靴とかヘルメットにローマ字で自分の名前書くの流行ってたんですよ。照彦武井ってきっちり書いてたわ。これお前やろって。あはい。まあ別に何もせえへんかったから、ただ怒られただけで済んだんですけどね、筆下ろしにはならへんかったわ。これマジな話ですよ。先輩今どうしてあるやろね。うん。でね、まあ一番、まあその時も友達とちょっと議論になったのは、武井、それはお前その人と初体験、いやいや、初体験って、そんな、しようと思ったところで終わったし、初体験ちゃうやんか、みたいな。筆下ろしにはなんし、これは初体験としない、みたいな。すごい、俺の人生の中で、初体験が、これなのかどうっていうのがね、
未だにこう、ちょっと俺の中でこう、もやもやっとしてるもんが、あるんですけどね。まあ、中学の時とか、まあ、皆さんもそうやと思って、もう頭の中パンパンですよ、もう。いろんなことをこう、想像したりとか。ほんで、エロ本もね、あれ、ね、買ってきて、ほんで、もう何回もそれに、こう、お世話になりましたよ。で、夜こうね、ベッドでこう、見ながら、こう、ね、右手で息子をこうしね、鍛錬するわけですよ。でこう、こう口でこうページめくったりね、右手はこう息子を鍛錬してるからこうもう集中してるわけですよ。でパッと一回部屋の扉のところ見たらうちのおかん立っててうわっ思って、だああいう時ってもうなんなんやろね、人間ってお互いがわけわからんことを言うてんのよ。だって私前に俺がこうやってる時、はっと思った時、おかんに、なんやねん何がなんやねん、うちのおかん、何がなんやねんって、そう言うて、俺も、何がなんやねんって、何がなんやねん、何がなんやねんって、何がなんやねんって、ようわからんこと言うて、なんやねんって言ったら、布団がバタバタしてんだって、猫おんねや猫こてんとかってわけわからん。言うて次の日3日ぐらい家でしましたけどね。まあそういったことで一回ね、そんなこと言いながら俺も小学校1年生かそれぐらいの時、川の字で親と寝てたんですよ、いつもね。で俺、おかん親父で、で一回こう夜中トイレパッと目覚めたら布団がガー動いてたんですよ、横で。なんか俺わからんままに、みたいな。で、布団の上にバーッと親父の上ですよね。こう乗ったら、親父一瞬こう止まったんですけど、そっから何するんかなと、お馬さんパッカパッカーって言ってたわ。下に顔のお母さん見えたわ。